ひいじは百姓も少しはしていましたが、実はもっと別の人に嫌がられるようなことも仕事にしていました。ひいじは拳銃に言いました。やえ、拳銃、ここさ杉植えるなんて、やっぱりバカだな。第一、おらの肌ぎゃ日陰にならな。拳銃は顔を赤くして何か言いたそうにしましたが、言えないでもじもじしました。すると拳銃の兄さんが、平次さん、おはようガスと言って向こうに立ち上がりましたので、平次はブツブツ言いながらまたのっそりと向こうへ行ってしまいました。